はい、妖怪博物館従業員の H です。本日はですね、ちょっと緊急でですね、妖怪博物館に新しい仲間が来ましたので、ご連絡いたします。これ何だと思いますか？これそうですね、カッパですね。実はですね、妖怪博物館の、目玉としてですね、オープン当初からカッパのミイラがいたんですけども、カッパのミイラ君はですね、青梅の方にちょっと帰ってしまいまして、代わりにですね、今回ちょっと、とあるルートからですね、福島県の方で見つかったと言われている、カッパの、ミイラを実はちょっと入手してきたんですね。ちょっとじゃあちょっとこっちに行くと、足だけじゃちょっと興味せますよ。はい、下半身がまあこんな感じになってますね。でちょっと前までは見せられないんですけどね、これはまあ来ていただいたけどお楽しみということなんですけども、カッパのミイラがですね、実はちょっと復活しているということで、ちょっと報告したいと思いました。結構前のカッパのミイラは、なんて言いますかね、くちばしとか結構はっきりしてて、いかにもカッパっていう感じだったんですけども、今回はですね、カッパというよりもいかにもミイラという感じの、本当謎の生物といった方がふさわしい感じの、カッパなんですね。でこれが本当にカッパのミイラなのかどうかはまだわからないんですけども、ぜひ見ていただければと思います。ちょっと今回こんな引っ張った感じになってるんですが、ぜひよろしくお願いします。妖怪博物館従業の H でした。